さあ今日もですね、ワルニ飛行艇でございます。頑張るぞいと、さてさて、飛行艇どっか行っちゃいましたんで追いかけていきましょう。さあ、いやしかし使えるもんねえな。ちょっと死にたくないのでパタパタの羽ってもったいないですよね。どうしよう、パタパタの羽か、なるほどね。パタパタの羽だったら落ちて死ぬことはないが、ちょいちょいみたいなとこあるよね。でもな、ここ使っちゃうかな。使っちゃいます。もったいないかもしれないがやってやるよ俺は。あれやろ、絶対危ない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 、やるよ。だって失敗したら終わりなんだから。ふい、これはさあここですよ。ここで失敗したので、はい、そうですね、おい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 、もうパタパタの羽を使えばこんなところも自由自在、余裕ですね。はい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 、はい、そういうことそういうこと、はい、そういうこと、はい、そういうこと。というわけで参りましょう。はい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 、危ない危ない、でもまあ大丈夫と。余裕のよっちゃん、なんかずるくね、うるせえうるせえうるせえ。クリアをすることを目的にしているんですよ。ね、僕もね、子供の頃どうやってもクリアできなかった面をパタパタの羽使ってクリアしてましたから、したからもうしょうがない。これはもう本当使いたくなかったんです。本当は使いたくなくって、このチビのままでやりたかったんですよ。仕方がないもの、ね、このジュゲム、ジュゲムいらないな、ジュゲムじゃない、なんでジュゲムの雲ってなんか名前あったっけ、もうこれも仕方がない本当に。で、パタパタの羽を使ったので、ここからは普通の尻尾マリオですね。なんかここあったよね。あーそうか、ここはあれか、あー難しいところですけども、ちょっとでもこのステージは尻尾マリオよりは昨日ファイヤーマリオだよね。まあまあこれでやっていこうや。さあ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 、行きましょう行きましょう。こうしてね、そう、このイカ野郎を倒すというのが大事になってきますから。しかしスーパーマリオ3のゲストって割と良心的だよね。ずっと追いかけてきてたからね、前回はそのマリオ1の時はね。危ない危ない、おいおいおい、あれあれこれやろこれやろ、復帰しちゃう、復活しちゃう、これそんなことない、よしよしよし、下行こう下行こう下行こう、ないの、あやめてやめて、あ怖い怖い怖いよ怖いよ、おお危ない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 、おお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 お、無敵短いって、これはちょっと、へえそうなの、おお終わっちゃったよ。いやいや、まあね、ワールド3って水中面とか多いからさ、しょうがないと思うんだけれどもね。いや早かった
早かったね。イカ舐めすぎだ。俺はイカを舐めすぎましたね、ちょっとね。いや、イカは注意してたんですけども、でも、あ、こいつでもやっぱあのバリオ1よりはいけるだろうというところはちょっとあったな。やったな。あ、なんか書いてある。そこ上取った方がいいですね。だってそっか、上ね。なるほど。ちょっと後であの文書いたらやりましょうか。ちょっとね、一回じゃあ、文章書きます。いやー、やったな、やったな。おい、待ってくれよ。おい、よいしょ。23日ね、今日は。いや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 、ワールド、ね、3の1で、水中面に面に置いて面ね、月相の動きが、マリオ1より、簡単になっていると、舐めた発言をし、その、数十秒後には、触って、しまいミスとなりました。3の1はなんだ、あの要はそのステージす、はい、開始すぐに、ステージ開始すぐに、なんだ、ステージのパワーアップアイテムがありがあるため、慢心をしてしまったのも事実ですし、また、ゲストの単体では、弱いと思っていても、他の敵キャラクターと挟み撃ちされてしまったため、なんだろう、クリアする必要があるんだよ、要はね。今回は、ファイアーマリオで月相を倒してから進むべきだったと、反省しています。次回は、セッターからファイアーマリオがないので、マリオがないため、もう確実に、逃げる、策を練っていきます。こうしましょうか。ちょっとむずいね。これ難しかったよ。うん。